から、観葉植物に水やりをします。これがまず、これです。こう水にね、こう入れるんですね。見えてるのかな、こう水道からこう水を入れるんですけども、これをもうどうですか、下からもうどん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 流れてくるぐらいこう、水をやるということですね。で僕の場合はその花屋さんに教えてもらってですね、1週間に1回ですね、こう水をもう下からこう溢れてくるか、下からこうたくさんもう流れ出るぐらいこう水をやるというのがね、観葉植物のやり方としてはそれぐらいでいいと。で他の6日間も水をあげない、この状態でいいということで。で去年なんかすごい花がこう大きくなってこうでかくなってるんですよね、これね。最初ねもう小さいあれでこうこれぐらいのやつにこう入ったやつがここまででかなったということですね。でこっちはねこう弟家族にこうもらった、僕がもらったわけじゃないですけど、家族父親がもらったやつを僕が、もらってっていう感じですね。ほんでこれいい感じの観葉植物なんで、これをこう育てていると。で観葉植物はあの施術室にこう置いているというところですね。でこれがなかなかいっぱいならないんで、もうちょっと強くするというところですね。そしてで交換ということです。でこう上げていく、これはちょっと弱い目に、なかなかね、育っとるんですけどね。これ見えんのかな、もうちょっと寄せた方がいいかな。これですね、これです。こうやって水道から直接こう水をこう上げるということです。で水を上げて下からもう今こう上からも出てますけど、下からこうもうどん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 出てきて、もうじゃんじゃん水をやるということ。特に夏はこれでいけますね。冬はね結構枯れてしまう形になるんですけども。で僕の場合はこれを、繰り返すというかですね、2回ぐらいこれやる。でこれなんかねもう8年ぐらいですね、お店をこう独立して始めてからですね、1年後ぐらい買ったんかな。ほんでもう8年ずっとこうやって育ってて、こんなねでかいこう葉っぱの感じじゃなかったんですけども、どんどん器を大きくしていってですね、ほんでこう大きくしていくということで、でこう夏に近づくにつれてこうどんどんこう咲いていく状態になるかなという感じですね。わかりますかね、これ下からこう出てくるんですけども、まだ出てこないですね。上が溢れる感じになります。もうこれでいいかなと思います。これでね、これがこう休日の日の朝にやることです。これでこう、昼間外を出しといてですね、光を当ててやると、で1週間に1回こういうことをしてやるということで、こう結構育ってるかなというところですね。では以上になります。